分からの動画。さあ、何やら届いたよ。なんだと思うこれ。壊れ物って書いてあるけど、なんだ。じゃあ。来た、来たなこれ。やばいじゃん。待ってよ。見ますか。じゃん、ふわーり食パンでーす。ネッチで撮ったやつだね。おぉ、すごいね。ちょっと開けてみようか。なんか紐で結んであるね。見た目も食パンっぽいね。このね、包み方ね。三枚切りだ。三枚切りだね。紐による事故の危険があります。3歳未満のお子様には絶対与えないでください。はい。紐を指に巻きつけたりしないでください。血が通わなくなり危険です。やっぱこういうのちゃんと書いてあるんだね。アメリカとかではこういうのですごい裁判になるもんね。ということで、ネッチで取れた景品、食パン。これね、紐危ないよ。食パン3枚でした。何に使おう。いや、でもよかった。これなんか、あれだね。自分の高さに合わせて、こう枕にしたらいいかもね。あ、結構ふかふか。ふわーりだ、ふわーり。簡単な動画ですが、ネッチから届いた商品の開封動画でした。早いよね、着くの。2日 ?3 日ぐらいでもう届いたんじゃない。おー。まあ、こんな感じでした。バイバイ。何この動画。